フェリカ建築デザイン専門学校群馬県前橋市フェリカ建築デザイン専門学校は群馬県前橋市南町2の38の2に所在する建築とインテリア分野を専門に教授する日本の専修学校である文部科学省認定職業実践課程設置広告度交通省建築士資格受験単任認定校建築には4年生と2年生が 設置されている。4年制の建築設計工学科目標資格一級建築士、一級思考管理技師授業に実施住宅の設計を取り入れた全国で唯一の都がである。実際に現存する土地に住宅を、プラン、学生館にて討議教授も入った、公表会を数回行い当該年度の基本プランとする。その後、軸組模型を制作したり教授から、 様々な考え方やディティールなどの教授指導を受けながら確認申請を作成し一級建築士の教授名で建築指導課に確認申請を提出し審査を受ける。実施設系統を約60枚程度描く。工事業者との打ち合わせ、現場の管理等ほぼ社会における一級建築士事務所と同様な体験履修を行う。 全国唯一の実践型教育を推進する専門学校である。就職先建築設計事務所、建設会社、ハウスメーカー、観光庁、公務店等2年生の建築家は、建築家設計コースと現場監督コースがある。目標資格1級建築士、2級建築士、1級思考管理技師建築家設計コースは2年生の限られた時間の中で、 住宅、集合住宅を中心に設計に必要なノウハウを学ぶコースである。就職先建築設計事務所、建設会社、ハウスメーカー、公務店等建築家現場監督コースは一連の建築基礎を学びながら、現場見学や測量器具などを使った実習授業を行い即戦力として活躍する人材の育成を目指している。就職先建設会社、 ハウスメーカー、公務店等インテリアには3年生と2年生を設置。目標資格1級建築士、2級建築士、インテリアプランナーインテリアコーディネーター、商業施設士3年生のインテリア設計科空間デザインコースインテリアと、建築等半々に学習するコースである。インテリの知識として、インテリア計画は、もちろんのこと、マテリアル、照明、家具。 ウィンドウトリートメントを深く学ぶ。建築的には、住宅と店舗の設計に力を入れたカリキュラムになっている。就職先建築設計事務所、建築デザイン事務所、建設会社、ハウスメーカー、公務店等インテリア設計インテリアコーディネーターコース、目標資格2級建築士、インテリアコーディネーターインテリアの知識と感性の育成に、 主を置いた教育を行っている。マテリアル、照明、家具、ウィンドートリートメントを深く学ぶ。就職先建設会社、ハウスメーカー、公務店等1980年、インテリアコーディネーター育成を目的とした学校、フェリカハウジングアカデミーを現在理事長の中川高道がが創立。リカレントの先駆けとして、 建築を学びたい20歳以上の学生を募集し、開校した。1983年、公明を、フェリカテクニカルアカデミーに改称中川高道が、水上温泉の大穴地区に、東京都の大規模会社の別荘の依頼を受け、設計、建設工事管理を行い完成させる。その際、群馬に2週間に1度の割合で、封建する。群馬県に、 建築の学校がないことで、群馬県に建築の学校を創立することを決意。1989年、フェリカテクニカルアカデミー前橋校を現在の所在地である群馬県前橋市に設立。1996年、学校法人としてフェリカ学園設立。同時に、フェリカ建築デザイン専門学校を設置する。 建築系の二学科、インテリア系の二学科に加え、労働局からの依頼を受け求職者支援訓練を15年に渡り継続している。建築、インテリアに関する資格取得にも力を入れているが、それ以上に実践で生きる知識、技術の取得が重要であるというコンセプトをもとに、日々の教育が行われる。 建築設計工学科の3.4年次のカリキュラム、応用実践過程では、設計事務所さながらの実施設計を行っていることが、大きな特徴といえる。群馬県前橋市南町2-38-0272232100フィンランドの建築家、マッティスーロネン設計による UFO 型のレジャーハウス、フトゥーロが学内に設置してある。 世界中で存在が確認されているフトゥーロはわずか18件で、日本に向けて輸出されたのは2件。そのうち原型をとどめて存在するのが、この群馬県前橋市のフェリカ建築デザイン専門学校に設置してあるフトゥーロのみである。建築やインテリアの新しい可能性を追求し、学生の未来を照らし出すフェリカ建築デザイン専門学校のシンボルとして存在している。 ありがとうございます。